When you run it out of luck, need to get unstuck, so go off. When you rub against the wall and you get off, so go off,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  so go off, go off, go off, go off. キックオフ新潟は J1 の舞台で戦うアルビレックス新潟の勇士や地域のサッカークラブの情報など新潟のサッカーを盛り上げる地域密着型サッカー番組です。まずはアルビレックス新潟の情報から。伊藤亮太郎がベルギーリーグ1部シントトロイデンに移籍することが発表されました。昨シーズンは J2 で9ゴール、今シーズンは16試合で7ゴールを挙げている伊藤ですが、今度は世界を魅了するプレーを見せてくれることでしょう。飛躍に期待しましょう。その伊藤も活躍した試合、3日に行われた明治安田生命 J1 リーグ第16節、アルビレックス新潟はアウェーで湘南ベルマーレと対戦しました。解説は今週も日刊スポーツアルビ担当小林忠さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。連敗で迎えたこのゲーム、落とせなくなりましたね。そうですね、勝利欲しいですね。はい、ではスタメンこのようになりました。伊藤が中央、そして右に水戸、左に小見というトップ下になりました。いかがでしょう。そうですね、両サイドのスピードを伊藤選手がどのように引き出すか楽しみですね。はい、湘南のサイドをついていけるのか。さあキックオフです。立ち上がりなんですが、逆にサイドを破られてこのクロスが PK につながってしまいました。いやー、これはまあアンラッキーというか、相手も狙ってないでしょうけど、ちょっと悔しいですよね。そうですね、チームの状況が良くないだけにこういうシチュエーションは避けたいところでしたが、この PK は湘南無難に沈めて先制点を奪われる形になってしまいました。そうですね、小島選手もよく反応したんですけど、はい、ちょっともうちょっとでしたね、高さが合いませんでした。さあ前半30分です。小見、そして伊藤、ラストパス谷口、決まりました。すごいですよね、はい、谷口もしばらく苦しんでいるようなところがありましたけれども、はい、そうですね、本当この動き見てるとベストパフォーマンスに戻ってきてるのかなという印象ですね。最後のスルーパス、足り抜いてゴール前1対1。すごいですね、もう相手これもう誰も気づいてないですね、ここにパスが来るとは。もうみんな伊藤見てましたからね。そうですね、でターンして右で逆サイド、ファーサイドに流し込む。素晴らしいターンと、いやすごいですね、テクニックありました、はいはい、覚醒の予感です谷口。さ、前半1対1いかがでしたか。そうですね、アンラッキーな形で先制許しましたけど、よく前半の後ろに追いついたなという印象ですね。はい、さあ後半どうなるんでしょうか。キックオフです。まずは後半16分、逆サイドに展開してクロスが入ります。ここで空中戦、こぼれたボール、込み左足のシュート、枠捉えてましたね。惜しかったですね、よく枠飛びましたね、これ、うん、よく左足のシュート練習してるので、もう少し角度が欲しかったですかね、うん、練習の成果は発揮できたと。そうですね、 U1 プレー、はい、インパクトしっかりしてましたね、はい、そして後半17分です。伊藤のコーナーキック、ゴール前で谷口、ジャストミートでした。いやーすごいですね、これもファーに行くと見せかけてニア、うん、でしっかり面で合わせた、ナイスゴールでしたね。画面手前7番が谷口、ファーに開いてから内側に入る、これですね、素晴らしいですね。これチームとして約束事があったのかわからないですけど、うん、はい、新潟の選手全員には、ね、集まってますよね。ああなるほど、引きつけておいて、つけて谷口さんが裏から入ってくる。うわー、ドンピシャでした。ここに落とす、コーナーキックも今季4アシスト目ですね。うわー、ここで水戸に代わってダニーノ・ゴメスが入ります。調子を上げてきた選手ですね。そうですね、やっとらしさが出てきた感じですかね。左で持ってかわしてシュート、いやー惜しかったですね、はい、またぎフェイントもこれ完全に振ってましたね相手、キレキレですね、はい、左足で持って、はい、ワンツーまたいで、いやあともうちょっとでしたねコースが。後半38分、ここは踏ん張りどころでしたが押し込まれています。1対1、シュート決まりました。いやー
うん、これちょっと難しいんですけど、ダニーロ・ゴメス選手がもうちょっと中に一歩でも二歩でも寄せとけば、はい、パスコース消せたかなという思いますけど、まあ、これは難しいですね、はい、そして最後までお互いに持ち味を生かし合い攻め合いましたけれども、うん、新井も入れば今季初得点というところでした、はいですね、試合後監督も言ってましたけど、一回ひっくり返したことは評価できると、あとはそこからどう勝ちに結びつけるか今後の課題になると思います、はい、勝ち切るということですよね。そうですね、まあ、順位的にもここが本当にポイントになりそうですね、はい、ダイナミックなところをやはりこうゲームの中にやはり持ち込んで、その中から、徐々に自分たちの良さというものが出ていけばなというところで、まあ、そういう部分では選手もしっかりやってくれましたし、結果もある程度ついてきた中で、まあ、最後の失点して同点にはなってしまいましたけども、まあ、次につながるゲームにしたいなというふうに思います。勝ち点1を獲得したアルビ、順位は変わらず13位、ここから上位進出といきたいところです。次節は明日午後2時からホームで京都サンガ FC と対戦です。では小林さん、京都戦の傾向と対策お願いします。そうですね、京都さん右サイドの攻撃とやはりこうフォワードのパトリック選手だいぶキープ力あるので要注意ですね。うわー、破られてますねこのゲームも。さあそうなりますと守備はいかがでしょうか。そうですね、やはりこうパトリック選手へのパスをどう遮断するかと、こう無駄なパスミスだったりゴール前でのセットプレーを与えないところが重要かなと思います。はい、前へ進んでいこうという推進力相当強力です。そしてこれはセットプレーからのゴールというところですが、こういったところも注意が必要ですね。そうですね、バック左サイドバックだったりセンターバックがどう対応するかですね、はい、パトリック選手へのパスも遮断したいところ。どうでしょう、ボランチあたりも忙しくなるでしょうか。そうですね、逆にこう攻撃で押し込むように、まあ、新潟らしい細かいパスつなぎと、あと対角線への長いボールも見せながら相手を惑わしたいですね。はい、さあではアルビですが、キーマン誰になるでしょうか。やはりこう新潟ラストマッチとなる伊藤選手、はい、どのように攻撃を牽引してくれるか楽しみですね。はい、ここでらしさを取り戻して、そして勝ち点奪って順位も上げてと。そうですね、はい、そんなゲームにしてほしいところです。京都サンガ戦は明日午後2時キックオフ、ご注目ください。では小林さん、今週もありがとうございます。ありがとうございました。京都戦では来場者先着25,000名にアルビレックススペシャルベースボールユニフォームをプレゼント。ぜひこの機会にビッグスマンでアルビを応援してください。アルビレックス新潟、今後のホームゲームの予定です。7月1日に明治安田生命 J1 リーグ第19節でサンフレッチェ広島、7日にはヴィッセル神戸をホームに迎えます。皆さんもぜひビッグスワンでアルビを応援しましょう。世代を超えた新潟のサッカー熱をお伝えするキックオフ新潟、今回紹介するのは長岡市を拠点に活動を行う長岡サッカースポーツ少年団です。53年前の1970年に設立され、今では小学生25人がサッカーの練習に励んでいます。とここで函館 PK 対決を開催。長岡サッカースポーツ少年団の頼れるキャプテンでチームの盾である下條さんと、チームを支える副キャプテン伊藤さんとの真剣勝負の PK 対決です。全部止めてこそキャプテンなんで、3本決めたら決着つくんで3本決めたいです。チームメイトも対決を見守ります。どっちが勝つと思います。やっぱハルトだ。蹴る方。圧倒的に逆転勝利でキーパーが勝つと思います。それでは函館 PK 対決1本目、副キャプテン伊藤さん、ここは大きく枠を外してしまいました。外してしまった。じゃあこのままもう勝ち進みます。ちょっとハルト君緊張してましたね。緊張しすぎましたね、うん、伊藤さん1本目は緊張していたのか、果たして2本目は。ここは落ち着いて決めました。
ゴール左隅。まあ、このまま連続で決めれたらいいです。そして3本目、これは鋭いシュートが突き刺さりました。次を決めれば副キャプテン伊藤さんの勝ちが決まります。決着をつけることができるのか。勝ちを意識しすぎたか、シュートは枠の外へ。このホコタテ PK 対決、いまだゴールキーパーが勝ったことはありません。あ、じゃあこれで勝てばなんかすごいことになるんですね。次決めて勝ちます。最後の5本目までもつれた熱戦の行方は。ホコタテ PK 対決、軍配は副キャプテン伊藤さんに上がりました。キャプテンの下條さんに今後の目標を聞きました。これからもっともっと試合がたくさん続くので、それもどんどん勝ち進んで優勝を目指していきたいです。キックオフ新潟はこれからも長岡サッカースポーツ少年団を応援していきます。